日本の次期戦闘機開発は、スピードを増して、2、地鋭で開発が進む中、無人機の選定が決まりつつある。ボーイングの無人機が、有力との情報をキャッチしました。今回は、次期戦闘機専用無人航空戦闘機に、新たな動きを詳しく解説していきます。オーストラリアの MQ-28 ゴーストバットも、急浮上で軍事強化に進んでいるオーストラリアで、菅、原潜湖への、そう、流型潜水艦を日本から購入していれば、今頃、最強通常動力型潜水艦を手に入れていたのに、残念だよね。2023年10月25日、アメリカの首都ワシントンにおいて、同国のバイデン大統領とオーストラリアのアルバニージー首相とが首脳会談に臨み、インド太平洋地区での両国の安全保障に関する関係の強化を打ち出した。バイデン大統領とオーストラリアのアルバニージー首相は、首脳会談を終えた後に共同声明を発表。昨今のイスラム系武装組織ハマスによるイスラエルへの攻撃を非難し、後者を支持する政治姿勢を明確に示した。具体的には、イスラム系武装組織ハマスとイスラエルとの戦闘に関し、民間人の犠牲者を抑制することの重要性や、後者が踏み切ったガザ地区への軍事侵攻について、人道上の支援を行うことを、世界に向けて訴えた。こうしたイスラム系武装組織ハマスとイスラエルの戦闘が、中東地域の不安定化を招かないよう懸念を表明する一方で、今回のアメリカとオーストラリアとの首脳会談では、インド太平洋地区への言及も行われた。そこでの焦点としては、南シナ海の領有化を事実上推進する中国に対し、オーストラリアがアメリカからの攻撃型原子力潜水艦の調達を行うこと、日、米、豪の3カ国で、無人航の開発の技術的な協力を促進することが唱えられた。オーストラリアが、アメリカからの攻撃型原子力潜水艦の調達を行うことは、アメリカとイギリスと同国の3カ国による、新たな軍事的な枠組みであるオーカスによって進められているが、その確認と見てよいだろう。ここでは、具体的には、アメリカ海軍が、現在主力としているバージニア級原子力攻撃型潜水艦を、少なくとも5隻ほど調達することを再確認したもので、その後は、イギリスとオーストラリアが、新たにオーカス級と呼称する新型艦を建造することが決まっている。そのため、今回の米豪首脳会談の内容で、日本が直接的に関係してくるのは、日、米、豪の3カ国で、無人航の開発の技術的な協力を促進するという点が、政治的な合意事項として、共同声明の中に盛り込まれたことであろうと思われる。日本は、昨年2022年12月の頭に、イギリスとイタリアとの3カ国による次世代戦闘機開発計画を公式にスタートさせ、それは GCAP、グローバルコンバットエアプログラムとして具体化を進めている状態にある。現時点では GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは各国から参画する軍事関連企業をジョイントベンチャー方式でまとめ、それらを統括するトップには日本が座り、拠点はイギリスに置く方向だと目されている。日本は、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される、計画の一部である、有人戦闘機を、現行の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機とする方向であり、2035年を目途に実戦配備を期としている。イギリスも、同国空軍で運用中の戦闘機、ユーロファイタータイフーンを同時期に代替することを目的に置いており、同国、ひいては、ヨーロッパを代表する軍需関連企業の BAE システムズ社が、その全体の統括を担うと考えられている。この BAE システムズ社が中心となって開発が進められるであろう GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、その一部である、有人戦闘機が、いわゆる第6世代戦闘機となるのか否かについては、様々な見解がある。アメリカなどは、自国が推進している NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスと比して、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、いわゆる第6世代戦闘機の要件を満たすものではないとの見方も抱いている嫌いがある。それでも、
今のアメリカで、いわゆる第5世代戦闘機の需要を創出し、F2 にラプターや、その後の F3 ゴライトニング2で、西側諸国の市場をほぼ独占している状態のロッキード・マーチン社などは、GCAP、グローバル・コンバット・エアプログラムでの無人航空機開発への関与は否定していなかった。そのため、本国のアメリカにおいては、NGAD、ニュージェネレーション・エア・ドミナンスにおいても、中核を担うと考えられているロッキード・マーチン社は、無人航空機の分野では、GCAP、グローバル・コンバット・エアプログラムにも絡むことが有力視されてきた。しかし、今回の米豪首脳会談の共同声明を字面通りに受け止めれば、無人航空機の分野については、非米豪の3カ国で、技術的な協力の促進が謳われており、にわかかに、その可能性が具体化するのではないかとの憶測を呼んでいる。なぜならば、オーストラリアとアメリカとは、無人航空機の分野で、MQ-28 ゴーストバットの共同開発を先行して進めており、同機は、2021年2月末に、試作機による初飛行を終えた機体であり、実用化がほど近いと目されているためだ。MQ-28 ゴーストバットは、オーストラリア空軍と、アメリカの軍需航空企業大手のボーイング社の同国現地法人である、ボーイングオーストラリア社が共同開発を進めている機体で、西側諸国において、その分野の先頭を走るものといえる。この MQ-28 ゴーストバットは、機体そのものにステルス性能を有する汎用的な多用途無人航空機であり、かつては、ロイヤルウィングマン計画や ATS、ボーイングエアパワーチーミングシステムの名称が冠されていた機体だ。その特徴として、MQ-28 ゴーストバットは、機体の先端部分にモジュラー構造を採用しており、ここに人工知能を搭載すると同時に、各種の任務に対応可能な装備を換装する形式であり、多岐にわたる用途をその交換によって実行可能としている。オーストラリア空軍において MQ-28 ゴーストバットは主力戦闘機である F-35 ゴライトニング 2A 型 FA-18F スーパーホーネット早期警戒管制機 E-7A との連携を図る機体として開発されており、西側諸国の中では先陣を切るものだといえる。MQ-28 ゴーストバットは全長 11.7 メートル、全幅 7.3 メートルの大きさの機体で、これは F-35 ゴライトニング 2A 型が全長 15.67 メートル、全幅 10.67 メートルの大きさであることに比すれば2から3割ほど小型であることが伺える。試作機である MQ-28 ゴーストバットは初飛行を終えているとはいえ、搭載する機関部の出力や推力、それによる速度等の数値は非公開だが、F-35 ライトニング 2A 型、FA-18F スーパーホーネットに随伴飛行が可能な性能だとされている。その上で、MQ-28 ゴーストバットは、およそ 3700km 以上の航続距離が確保されていると言われており、これは、F-35 ライトニング 2A 型、FA-18F スーパーホーネットよりも、長大な数値となっている。MQ-28 ゴーストバットは、今年2023年2月下旬から3月上旬にかけて、オーストラリアの南東部の主要都市メルボルンで実施されたアバロン2023という航空ショーにも出品され、デモ飛行を披露すると、実用化が近いことを示した。無人後航空機といえば、有人機と異なり、その最大の特徴といて、育成にも、多大なコストが必要な搭乗者が不要であるため、ある程度、敵からの撃墜を考慮し、その損耗分を織り込んで活用する機体という印象が強いかもしれない。しかし、MQ-28 ゴーストバットは、複数回反復して使用することを前提に設計がなされており、機関時に必要な着陸用の試脚は、有人戦闘機と同様に、前に1脚、後ろに2脚の丈夫な構造を持ち、決して使い捨てを意図した機体ではない。有人戦闘機に随伴する無人航空機としては、アメリカのクラトス社が開発中の XQ-58 バルキリーが、つとに巧妙であると思われるが、同機は、当初は、いわゆる使い捨てを想定されていたこともあり、着陸用の試脚は、装備せず、パラシュートによる胴体着陸が基本だった。この点からも、MQ-28 ゴーストバットと XQ-58 バルキリーの仕様の違いは明白であり、
ことに、全社は、今や、自国内の新規の戦闘機需要をロッキード・マーチン社に独占されている感もある、ボーイング社の意気込みも個人的には感じてしまう。